はいどうも皆さんこんにちは、沖縄の大学生星根です。ちょっと待ってね、今日はあんまり時間がないのであんまりゆっくりできないんですけど、今日はね私が最近読んでる漫画についてね語っていきたいと思います。いや沖縄のね大学生の暮らしってどんな感じなんだろうとか、沖縄県ってどういうところなんだろうっていう、そういう興味でこのチャンネルをご覧になってくださってる方には、最近沖縄の動画が全然撮れてなくて本当に申し訳ないし、今日の動画もそういうテイストではないことを先に謝っておきたいと思うんですけど、沖縄に緊急事態宣言が出てね、不要不急の外出はするなって言われてるので、基本的に観光地に行ったりとかそういうことはしない方針にしていますが、でも別になんか街を散歩するぐらいだったら構わないのかなと思いますので、もしかしたら今週ぐらいはね、時間もできるので、ちょっとなんか沖縄のねどっかの街を歩いてみるとか、そういう動画は出せるかもしれません。普通に私は沖縄で、毎日ねベッドに寝っ転がって漫画を読んだり、スマホをいじったりして一日の大半を過ごして、いやそんなことないですよ。結構勉強したりとかね、私勝手になんかすごい暇な人だと思われてますけど、全然暇じゃないんですよ。大学生、普通に大学生やるだけだってなかなかやることはいっぱいですしね、大学生ってなんか暇なイメージあるけど、ちゃんと、授業を受けて課題やったりしていればなかなか忙しいものです。でそれはどうでもよくて、で漫画を読み始めたんですよね。この埼玉の女子高生ってどう思いますかっていう漫画。私は今まで漫画はあんまりでも結構読んでたかな。名探偵コナンとか、クレヨンしんちゃん、ドラえもんとかかな。結構王道な漫画はいっぱい読んでたんですけど、小学生の頃とかね、コロコロコミックとかもね、なんか毎月のように買ってましたし、コロコロコミックすごい好きだったなあ、そういうね、漫画を読んだりしてたんですけど、最近はあんま漫画読んでなかったんですよね。で、この前、埼玉の本を買うときに、Amazon でね、埼玉県って検索していろんな本を調べてたら、ちょうどこれが出てきてね、埼玉の女子高生ってどう思いますか？ごめんなさい。ごめんなさい。これ2年ぐらい前に、連載が始まった漫画なんで、当時私は埼玉に住んでましたから、これ埼玉ではめっちゃ話題だったのでね、なんか埼玉県で話題の漫画なのでね、もちろん埼玉が舞台になってますから、ここにね、埼玉県民ならかなりそうじゃない人でも、まあまあテンションが上がりますとか書いてあるけれども、埼玉県民は読んだらかなりテンションが上がる本になってるので、埼玉では有名でね、私当時大学受験生だった、それぐらいの時期かな、それの前かな、高校時代は結構忙しかったのと、バイトとかしてなかったのでね、そんなさ、漫画本、いくらでも買えるほどのお金はなかったので、これ買うことはなくて、私も読むことはなかったんだけど、周りでは読んでる人はいて、面白いっていうのは知ってたのでね、じゃあ今となってはね、ちょっと時間もあるし、なんていうんですか、別にお金持ちじゃないにしても、漫画一冊買うぐらいのお金は、抽出できるからね、他の、なんていうの参考書を買うお金を削ればね、漫画本買えるわけです。それはちょっと冗談だけども、そんな感じでね、じゃあ漫画ぐらい買ってもいいかと思って、もう600円でね、この漫画を買ったんですよ。そしたらさ、めちゃくちゃ面白いわけ。だから、もう全巻ね、揃えてしまいました。でも、ちょっとなんか、やばいよね。なんか何も考えないで、めちゃくちゃ面白いと思って衝動買いしちゃったんだけど、1冊600円で4冊だから、2400円も漫画に費やしてしまったわけですよね。2400円ですよ。2400、でも2400円でもそれ楽しければいいわけですよね。映画だってさ、1000円2000円払って映画見て、それで楽しければ別になんかね、1000円も払っちゃったとか言って映画見た後後悔することはないですからね。漫画、つまんない映画だったらね、1000円払っちゃったことを後悔しますけど、別に楽しい本だったり楽しい漫画だったりしたら全然いいわけです。1000円の本を買って1000円以上のね、自分に、なんですか、知識を得られるとか、メリット、別にただ笑えるだけで漫画なんていうのはね、そういうもんですから、笑えたらいいわけですよ。なんかね、普通にね、大学生やってるだけだとね、笑えることなかなかないですからね、久しぶりになんかね、腹抱えて笑えて、本当に面白かったです。で、埼玉の女子高生ってどう思いますか皆さん。なんかあんまりね、埼玉の女子高生素敵、私も埼玉の女子高生になりたいとか思ってる人って多分あんまりいないと思うんですけど、実際ね、この物語の冒頭も、埼玉生まれのね、小鳩ちゃんっていう子が、これがね、主人公ですけども、なんで私ってこんなに顔の作りも雑で、胸も小さくて、芋みたいなんだろう、芋っこいって言いますよね。なんかさ、芋ってお芋ね、さつまいもとかじゃがいもの芋。なんか沖縄ではあんま言わないっていうか、沖縄にあんま芋っぽい人いないな。なんて言うんだろうな。なんか冴えない人っていうか、パッとしない人っていうか、なんていうのなんかまさに埼玉県に多くいる人みたいな感じなんだろうけど、なんか、あの人は芋っぽいとかさ、私も芋だからとかなんか言うよね、埼玉だとね。なんか沖縄に来てからそういえば芋って言葉聞いたことないし、なんか芋っぽい人一人も見たことないんだけど、まあいいや。それで、この子がね、なんで私はこんな芋なんだろう。それって、私が埼玉県民だからかなとか言って、公園で悩むシーンから始まるんですよ。めちゃくちゃ面白くてね、埼玉と、わかりますかこれね、イラストのね、作り分け面白いでしょ。この子は、胸が小さいじゃないですか。これ前提知識を説明してなかったけど、埼玉県は貧乳って言われてて、女性のね、バストサイズを測る調査があったんだけれども、そうすると、大体ね、都道府県の平均で、なんかこの県は平均 C カップとか、平均 E、なんか京都とか、どこだっけな、なんか何箇所か平均 E カップみたいなところあるんですけど、埼玉県だけですよ。47都道府県の中で埼玉県だけ、なんか平均 A カップなんですよ。で、あんまりこう、おっぱいの大きさとかね、見た目では、私はおっぱいの専門家とかではないので、これ A カップですねとか、これ B カップですねとか、そんなわかんないけども、確かに埼玉県の人っておっぱい大きくなくて、この東條さんはめっちゃおっぱい大きく描かれてるけど、この人は東京から引っ越してきた人っていうことなんですよ。だからちゃんとね、この漫画の中で笑っちゃうのは、いや、女の人は胸が大きいから埼玉の人じゃないぞとかなんかそういうセリフがあったりとか、もう本当にね、埼玉愛と埼玉ディストリーの、こういい感じのね、なだり具合がね、すごい、埼玉県民だから読んでて面白いんだろうけど、すごい面白いわけですね。で、これから貧乳問題の話をするので興味ない人を飛ばしてほしいんですけども、なんで埼玉の人は胸が小さいかっていうと、これはあれですよね、沖縄県とかと違って埼玉県は、なんていうんですか、まあ、犬で言えば雑種っていうんですか、いろんなところの人がやってきて、なんていうのこう家族になってるので、だから、なんていうんですかこう、私はおじいちゃんもおばあちゃんもひいおじいちゃんもひいおばあちゃんも全部、なんていうのこう先祖代々全員埼玉の人ですっていうのは、なかなかいないんですよね。両親埼玉っていうだけでも珍しいと思いますけども、そのまたおじいちゃんもおばあちゃんもみんな埼玉の人ですっていうのはなかなかいないので、結構いろんなところの血が混ざってるわけですね。だから、埼玉県だけなんかその胸が大きくならない DNA があってなんかね、特殊な人類ですとかそういうことじゃないんですよね。なんで埼玉の人は胸が小さいかって言われると、埼玉の人が夜寝てないからみたいですね。なんですか、なんかよく私はおっぱいの専門家とかではないので分かりませんけれども、なんかこう人間10時から夜のね、22時から0時ぐらいの間なのかな、なんかそのぐらいの時間をしっかり寝てないと成長ホルモンがうまく放出されないとかなんかそういうのがあるらしくて、だからちゃんとね体が大きくならなかったり背が伸びなかったりとかね、だから多分埼玉県民って平均身長も高くないですよね。で、胸が大きくならなかったりとかそういうことがあるらしいですね。お胸が大きくならないとどういう不都合があるのかわからないんですけど、別になんか背はさ、なんか背が高ければ高いところに手が届くとかそういうのはあるけれども、別になんかおっぱいが大きいから得しますっていうのもそういうことも特段ないあるのかな。なんかおっぱい大きい方がなんか美味しい母乳が出るとかさ、子供がよく育つとかそういうことだったら大問題だけども、別になんか特段なんか見た目の問題とかだったらそんなになんか貧乳ですとか言って悩むことはないと思うんですけど、どうなんですか。まあ私はあんまりその辺詳しくないんで分かりませんけども、で、埼玉県民はなんで寝る時間がね遅いのかっていうと、なんか他の調査でね調べると、埼玉の女子高生は全国の女子高生の中で一番睡眠時間が短いらしいですね。これはなんでかわかんないっていうか、多分塾に行ってる人が多かったりするんですよね。埼玉は、あれですよね、あと東京に通ってる人が多いので、やっぱりさ、9時に学校に行くのに、8時に家を出るみたいなね、もっとですよね、9時に東京の学校でさ、授業を受けるためには、7時半ぐらいに家を出るとかさ、もっと早い人だっているでしょ。で、学校終わってから1時間半、2時間かけて帰ってくるとかね、電車に乗ってね。そうでしょ。だってそれも満員電車でさ、突っ立ってるから電車の中でも眠れないみたいなね、そういう生活を送ってるから、みんな疲れてね、こう、体がうまく生育しないとかね、そういう悲しい事情があるわけでしょ。で、埼玉県の人は貧乳と言われています。そういう事情があるんですよね。で、それはどうでもいい。ごめんなさい。そんなことはどうでもいい。だから何って話ですよね。で、埼玉の女子高生ってどう思いますかっていう漫画は、だからこう、なんていうの、横浜の女子高生とかと違ってね、なんかこう、憧れの暮らしみたいなのが描かれる漫画ではなくて、もう埼玉の普通のね、暮らしが描かれてるのが、これが普通に面白いんですよね。で、こう、東京からね、やってきた、東條湊さんっていうね、女子高生が、これがね、いい味を出してるんですよね。埼玉に来て、なんていうの埼玉水族館ってペンギンいるのかなとかそういうことを言って、埼玉に期待を膨らませて、まあ、幻滅していくっていう、そういう繰り返しをね、するんですけど、埼玉水族館っていうのはもちろんペンギンなんかいなくて、でも埼玉にもペンギンいる動物園はありますけどね、埼玉水族館っていうのは淡水魚しかいない水族館で、なんていうの、全部川の魚なわけですよね。ヤバメとか、埼玉水族館、ぜひ、埼玉に来た時はぜひ、埼玉水族館に行くといいですよ。いや、そんな、なんか貴重な時間を埼玉で行くところではないけども、時間があったらね、ぜひ行くといいと思います。入ったところから、上流、中流、下流になってて、最初のね、水槽にヤマメとかがいてね、川の魚ですよね、イワナな、イワナもいるかな、で、なんかオオサンショウウオとかがいたりね、サワガニとかがいたりして、で、中流のゾーンに行くと、ソウギョとかさ、大きい魚がね、ソウギョってわかりますか？利根川とかにいる2メートルぐらいある魚ね。ああいうの沖縄の川にはいないと思うな。沖縄って大きい川ないからね、多分2メートルの魚とか川には住んでないと思うんだけど、すんごい大きい鯉みたいなやつね、そういう魚が展示されてたりとか、で、下流の方に行くと、何がいるかもうなんか忘れちゃった、鉄砲とかがいるのは知ってるな。あと、亀がいたりとかね、結構面白いですよ、埼玉の水族館は。入場料も安いしね、まあ当然川の魚しかいないわけだから、子供の入場料は100円だし、大人の入場料は320円とか、確かそういう感じだったと思いますね。ちょっと、今最近行ってないから、ちょっとちゃんとしたのは覚えてないですけど、まあそういうね、埼玉水族館に行く話とか、あと古墳に行く話とかね。結構ね、面白いですよね。みんなで池袋に行く話もめちゃくちゃ面白かったな。とにかく面白いのでね、こう全巻揃えてしまったわけですよ。これね、1冊600円もする漫画ですけども、これ4冊買って、2400円ですか？まあでも、それでね、面白かったから、まあいいわとは思いますけども、ただそんなにね、お金ないのに、これ一気に、いや、最初ね、1冊だけ買ったんですよ。まあこれ面白いっていうのは分かってたのでね、でもさ、面白いってのは分かってたけど、まあ、一応ね、1冊買ってみて、面白かったら2巻目以降も買おうとか思ったんだけど、もうこれ1冊目のね、もう読んだ時点で、もうこれはね、もう全部買っちゃおうと思ってね、2巻、3巻、4巻買ってしまったので、もう今月は毎日、納豆ご飯を食べて、暮らすしかないとね、お肉とか買うお金がなくなっちゃったって意味ね。なので今月は毎日納豆ご飯なわけだけども、でもそこまでの犠牲を払ってでも、読みたいぐらい、すごい面白い漫画だったということをですね、紹介しておきたいと思います。以上ですね。でもこれすごい面白いので、この漫画まだね、連載続くみたいなので、これね、100巻ぐらいまで続いてね、大人気漫画になってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。埼玉以外の人がこれ読んでどう思うのかわかんないけど、とりあえず埼玉県民としては、非常に楽しませていただきました。面白かったです。ありがとうございました。